知財。それは発明や創作で生み出される人類の宝。まるでロケットのように美しい円柱型の物体、これは広島県の大浅電子が開発したスピーカー。実はこのデザインが今回の知財。上向きに設置されたスピーカー、その上にある円錐に音を反射させることで360度に音を飛ばすというもの。まるで自然の中にいる臨場感が再現できるという。ならばやってみよう。無機質なテレビスタジオを自然空間に変えてみようではないか。そこでご登場いただいたのはスズムシだ。オスからメスへの求愛行動であるこの鳴き声、スピーカーからその音を聞かせ、オスたちのライバル心から生まれる共鳴を誘う自然の摂理を再現。昆虫に詳しい専門家の立ち会いのもと、まずは一方向にしか音を飛ばせない一般的なスピーカーで試してみる。スピーカー正面のスズムシだけしか鳴かない。さあ、全方位型スピーカーエグレッタの登場だ。果たしてどれだけのスズムシが共鳴するのか。なんと次々に反応を示している。鳴き始めにばらつきはあるものの、ほぼ全ての方向のスズムシたちが共に鳴き出した。スピーカーから聞こえる音に見事に反応している。自然界の音をしっかりとフォローしているということの表れだと思いますけどね。最初どうなるかと思ったんですけど、無事にちゃんとできてよかったです。知財は新しい扉を開く。素晴らしいアイディアが真似されては水の泡だから、知的財産として権利化する必要が。それをサポートするのが弁理士。権利の取得や保護のサポートなども行う、いわば知的財産のプロフェッショナルなんです。知的財産に興味を持ったらまず検索。提供は日本弁理士会でした。